お疲れ様です。今日も働いております。今日は木曜日です。あーって感じですよね。はい。もうなんか最近体力ついたのか慣れてきたのかぼーっとしてるだけなのかわかんないですけど、意外と疲れてないんですよね。なんか前はもっと、あ、終わった、ほへーみたいになって、もうぐったりして、すっごい眠くて事故りそうになりながら帰ったとこもあったんですけど、今そんなことなくて、多分食生活変えたからなんじゃないかなと思って、最近小豆ご飯を食ってて、あのご飯炊くとき絶対小豆とか入れてるんですよ。その効果か、まあ、あの健康に何でも気を使いまくってるんで、ちょっと何がいいのか分かんないですけど、小豆はまず間違いなく効果あったんだと思っています。はい。まあ警備員やってるんですけども、なんかね、こうラッキーな現場だとこう何人も、まあ、5、6人とか3、4人か片子をやってる時に、あーっとっとっと1人多かったみたいなことがあって、1人とか2人とか、あの帰っていいですよみたいな話が、まあ、出たりするんですよ。でその時に、あの真っ先に手を挙げて帰るのは僕なんですけど、帰りたいですつって帰るんですけど、まあね、まあ帰りたい人は他にもいるわけで、最近は割とじゃんけんだったりっていうことになったりするんですけど、まあないっすね最近そういうことが。やっぱりこうなんかミスって一人多くみたいなことがまずないんで、あとやっぱりいらなかったみたいなことも最近もうないんで、がっつり5時ぐらいまで、うん、使い込まれるわけなんですけど、で前に、まあ、4、5人ぐらいでやった時の片方で1人いらなくなったって時に、どうしますかって元受けに言われた時、はい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 っつって、で俺が言って、いいですかっつって、今日いる中で僕が一番あの能力低いんで帰らせてくださいっつって、あのその職長さんの目を見て、自分が一番ダメなんで帰らせてくださいっつったら、なんかすがすがしいなとかって言われて、その時は帰れました。もう他の人たちに聞いたら残るみたいなこと言い出して、と帰らないのと思って、逆にびっくりして、僕はもう半分だって行って何にもしないで帰って半分もらえるんだったら帰りません。僕はもう帰りますって帰って、その後もなんか作業員さんとか話しかけてみて、あ、もう帰るんでいいですっつって、バーッと帰ったり、あとはもう1名多いですってなった瞬間、帰っていいですか、あ、お疲れ様でした、さよなら、お疲れ様でしたっつって、もうそのまま車バーンっつってもう帰る。でもなんかあれですよ、あの普段はちゃんと働いてますからね、ちゃんと仕事はしてますから、ちゃんと仕事している人が、まあもういいよって言われたらもう終わりですから、もうその場で仕事終わりってなって、バーッと帰って、あ、お疲れ様でした、ありがとうございます、さよならっつってもう帰る。でもとにかく帰りたいんですよ、もう僕は1秒でも早く、誰よりも。この間も片子終わってみんなでゾロゾロ帰るんです。俺も真っ先にもう車戻って、もう全部着てる、もうバーッて、で、お疲れ様でしたっつって、早いなって言われて、お疲れ様でした、さよならっつって、車バーンぶっ飛ばしても帰る。もう1秒も痛くない。しかもなんなら、そのよし帰ろうってやってるうちに、元請けの人とかが思い出して、あ、そういえばもう一箇所あったんだとかって、警備員立たすとこうとかってなった時に声かけられる場合あるんで、もう俺はもうすぐもう帰って、車飛ばして、もうで一回やっぱりこう電話かかってきて、す
すいませんまだあったんですけどみたいな電話かかってきて、もう俺もう完全に私服で、しかもなんなら車に嫁乗せて、あの宮崎駿のあの新映画ですね、あの君たちはどう生きるかを見に、もう映画館に向かってる最中にかかってきて、いやーもう無理ですねみたいな、あそうですよねっつったら、その周辺に住んでいるジジイがいたことを思い出して、ああそうだと思って、あ何々さんだったらまだ電話つながると思いますよっつって電話番号教えて、あとはもうぶん投げて終わりっていう感じですね。頭使わないとね、頭使わないといけないですよそういう時は。まあ、とにかく帰りたいんですよ。ただこのその前に3人ぐらいでやった時にじゃんけんになって、そのジジイに勝ち星を許してしまったんで、まあおあいこですね。しかもその時もう僕ともう一人若い同い年の警備員がもう帰りたいオーラ全開でじゃんけんしたばっかりに、もう力の抜けたジジイが勝ち残ってしまったんですね。だからやっぱりあんまり欲を出しすぎてもいけない。ただ僕はなんかこうやって考え、こういう風な話をすると、まあ、聞いてる人たちは本当にこいつはなんかわがままでしょうがない警備員だな全くとかって思われるかもしれないですけど、あの僕はね、あの結構優しいですよ。もうそあの帰らせたりとかもしてますから、結構そのなんか人数とかが多い時とかでも、その一人残ってくださいって言った時に僕が残って、皆さんお帰りくださいって言ってこう帰らせる優しさも持っているっていうことを、ちょっとねこれを見てる人にはこう理解してほしい。だからな、自分が慣れてる現場とかだと、まあ帰らしてあげる力があれば帰らせてあげます。あもうどうぞ先にお帰りくださいって言って、で帰らした後にこの元請けの人が作業員にしてくれて、俺帰らしたのつって、あそうですね、なんか疲れてたみたいなんで、目玉くんは優しいね、いやいやそんなことないですよつって、好感度を上げつつ評価を上げつつみたいな。まあ実際なんかそんなたまにあるんですよ、もうそんなに早く帰ってもなみたいな、こうちょっとやる気ある日とかはあの先に帰らしても別に何にも思わない。ただなんかわかんないけど、ちょっと朝一で一人いらないで俺も帰りたいのにっていう状況で一人帰るとなんかモヤモヤしちゃうね。俺は一日経ってんのにあいつ半分で一日かよ、くそ面白くねっていう日もありますよ。それはもうその日によって違うけど、まあそういう時もあるということですね。人間ですからね、まあそういう時もありますよ。はい、おトイレカーが来た、まだだな、そういうこともありますよ。ただやっぱり帰りたい気持ちは強い、誰にも負けない。これは会社で一番帰りたい、俺がもうとにかく帰りたい、もうとにかく帰った後ここが早く終わったらっていう想定をもう始まった時点でしてるんで、あじゃあ終わりでってなった時もう俺の脳みそがものすごい勢いで回転して、俺の手足もものすごい勢いで動き出し、あっという間にその場から去って、あれ警備員さんはもう帰ったよぐらいの、それぐらいのスピードですよ、うん、俺の帰りたさのレベルはね、それぐらいあります。結構やっぱあの帰る時も気持ちがいいんですよ皆さん。こうね、こう働いてる人たちとこう車ですれ違うわけですよ。まあ気持ちいいですよ。ああ皆さん大変ですねっていう気分だ。ああこれからお仕事か、暑い中ご苦労様です、僕はもう先に帰って、あでも一日出るんですけどね、ほほーいっていう感じでご機嫌で帰るんですけど、まあでも帰ってもね、結局のところですね、まあこれが非常に残念なところなんですけど、これ家の片付けだったり、この食材の買い物とか料理したりなんやかんややってて、なんかわかんないけど5時には疲れてるんですよね。